今日はですね、ヒョウモンとかウリモドキの卵が孵化してますんで、そちらを、見ていこうと思います。6月にね、生まれていた卵で、では開けます。6月14日の子です。だいたい孵化するのに2ヶ月ぐらいかかるはずなんで、まあちょっと早めに生まれたかなっていう感じですかね。もう一個はまだ生まれてないです。これが多分殻のはず。かわいいですね。出てくるかな。お、泣いたね今。え、聞こえなかった？プシュって言ったよ。まあそのうち開くと思うけどね。はい、かわいいね。ほんとね、多分ついさっき生まれたばっかりだと思う。朝覗いた時はね、多分まだ卵の中にあった。目は多分アルビノの目だと思うんだよね。あ、目開いたわ、こっち。マックスノートレーダーの子なんで、目はレーダーっぽいような赤い目ですね。元気な子で、こっち入れようかな。はい、翌日なんですけども、昨日もレオパの卵孵化してたよっていう動画、撮影したんですけど、今日も見たらね、もう一個の方の卵も孵化してたんで、そっちもちょっと開けて見ていこうと思います。レーダーマックスノーの子ですね。僕もまだ一度も開けてみてないです。はい、こう横目でね、もう生体がいるの見えたんで、この子昨日生まれてたアルビノの子とはだいぶ違って目が黒いですね。マックスノー寄りの子なのかな、どっちかというと。え、黄色がないもんね、白と黒の、マックスノーの感じになるのかなと思います。ヘテロで、まあアルビノはね、一応ベルアルビノが入るのかな、レーダーだから。
まあまあ、まあ、全く表現はしてなさそうなんで、まあ、マックスノーとして出そうかなと思いますけど、まあ、まずは、3ヶ月ぐらい、育ててみて、まあ、どんな感じに成長するのかっていうのを、まあ、様子見ようかなと思います。めちゃくちゃ元気ですね。どこ行くねん。どこ行くねん。生まれたばっかりなのにめちゃくちゃしっかりしてますね。まあ落とさないようにこのままケースに入れます。かわいい。めちゃくちゃ綺麗に白黒に分かれてますね。はい、というわけで、今日は、生まれたレオパの赤ちゃんを、飼育ケースに入れましたっていう動画でした。よかったらいいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。お店では、ケースに入って展示してますんで、よかったら見に来てみてください。ありがとうございました。